今日、安倍元総理の国葬が行われるのに合わせて、福岡県庁などで弔意を示す幡旗が掲げられました。多くの職員が頭頂の際に通る県庁の正面ロータリーです。その中心に幡旗が掲揚されました。午前7時前、福岡県庁の行政棟では国旗と県旗2種類の旗が幡旗として掲げられました。福岡県の服部知事は午後2時から 東京の日本武道館で行われる安倍元総理の国葬に出席するのを前に昨日、県の出先機関など88カ所で半旗を掲揚すると明らかにしました一方で県民や県の職員に対しては黙祷などの弔意は求めないとし県教委も児童生徒や教職員に弔意を強制しないよう通知を出しています賛否が割れる安倍元総理の国葬ですが福岡市では午後2時ごろから 反対する市民グループが抗議デモを行う予定です。